give love。はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はニュースというよりも、最近ちょっと気になったことについて、お話ししてみようと思います。まあ、自分は音楽講師がメイン、まあ、演奏もいたりなんかしているんですけれども、なかなかやっぱ普通の方々と違う、まあ、勤務形態っていうか生活習慣じゃないですか。こう、会社に行って朝礼を聞くとかいうのはあんまりないですし、まあそういう時代もありましたけども、まあ、最近はもうそういうところからもう完全に離れてしまっているので、まあ、要は最近のその会社事情とか、まあ、労働事情が全くわからない。どこでそういう情報を得るかって、まあ、テレビで見たり動画で見るか生徒さんから聞くかとかだったりするんですけども、昨日ね、ある教室の生徒さんとお話ししてて、その方はまあ介護関係の事務をされていると、まあ、誰とはちょっと言いませんけども、もう言っているんですけども、まあちょっとこう自分を変えたいということで来られてたんですね。で、仕事って大変なんですかって、まあ大変ですって言うわけです。そのどのくらいそのお仕事あるんですかって言ったら、基本的には日付をまたぐっていうわけです。要するに0時とか1時とかに仕事が終わるっていう意味だと思います。夜勤ですよねって違うっていうわけです。じゃあ次の日は朝何時ですかって言ったら9時とかっていうわけですよ。何もできないですよね。いや、ちょっと驚愕してしまって、それを10年続けてるって言われてたんですね。すげえな。いや、なんかすごい僕のことを褒めてくださったんですけど、僕はもうあなたの方がすごいよって思いました。毎日日付をまたぐまで仕事をする精神力がちょっと僕にはないというか、多分僕だったら倒れてると、まあ思いました。すげえと思いました。でもなんか本当に思うのが、僕が要はその仕事してた時代、社会人の時代に比べて今って絶対もっと厳しくなってると思うんです。まあ例えば、そうですね、まあ、これはあんま変わんないのかもしれないけど、まあ、僕が今髪を切り行ってる美容室ってそのもう近くだからもうパッて行けるから行ってるんですけど、なんかあれが見れるんですよ、その予約表っていうんですか。まあどこもそうなのかもしれないけど、何時から何時まで、でまあもうせっかくだからってことで同じ人にずっと切ってもらってるんですけど、なんかその予約表を見ると入れられなくなるんですよ。だってね、9時から7時ぐらいまでかな、ずーっとバツになってるわけですよ。で、たまにそのいいですか、9時からよ、7時ですよね。さっきの人もすごかったけど、こう9時から7時までずーっとバツだと休憩がないわけじゃないですか。ご飯食べたり、ちょっとね、まったりしたりとかがないと大変じゃないですか。だけどそのたまたまですよ、1時から2時が空いてたら、あ、これいけるなって思うけど、待って、でもこれ俺が入れたらこの人今日休憩なくなるよなとか思ったら、なんか入れられなくなる自分がいたりしてですね、だからもういつもね、ごめんなさいって言いながら入れるんですけど、でもあっても言うんですけどね、いやー、ちょっと僕は休憩のない仕事っていうのはね、ちょっと厳しいというか、いや、まず僕はやっぱすぐ眠くなるから多分仕事できないし、ご飯を我慢するっていうのもできない。こう別にわがままとか言うわけじゃなくてね、まあそうなんですよ。だからそれもきついし、美容師さんはマジですげえなと思いましたね。あと建築関係の方もいらっしゃったりとかするんですけど、まあ今からは大変でしょうって言ったら、もう毎日が甲子園のような暑さだってわけですよ。雨の日も関係ないわけです。ただ暑いだけじゃなくて、そのやっぱ自分を守る意味でも長袖じゃないとダメだっていうわけですよ。この暑い今から暑くなるからで長袖よ。すげえな、僕だったら倒れてる。いや、まあその方はもうがっちりした方なんですけど、いや、もう本当にすごいな、いや、私はもう本当に尊敬するなと思いました。もうその方に関してはね、いやっていう仕事もあるし、
夜勤がある仕事、うちのバンドメンバーちょっと誰とは言わないけど夜勤のある仕事してる子がいるんですけど、いや、あんな、なんていうんですか、夜勤日勤っていうのかな、で二交代制のね、よくあるじゃないですか。だからほんとなんかね、たまに悪いなと思うのは、夜勤明けで演奏に来てもらったりとかね。だからその夜勤が例えば夜のそうですね10時からよく1日またいでの9時までとかで、そっからお昼過ぎに来てもらって演奏するなんてことが多分昔あったような気もするんですけど、それなんてね、なんていうんですか、ほぼ寝てないのと一緒ですからね。いやもうそれも本当に申し訳ないなーって思う、まあ出来事の一つですよね。すいません、ちょっと画面がこっちの問題ですけど、映ってるこれ、ちょっと待ってよ。あら、あ、映ってね、あ、ちょっとモニター開けちゃった。いやーなんかね、昔はコールセンターで働いてる人なんかもまあいたんですけど、もうあれなんてずっと喋りっぱなしじゃないですか。それも僕はちょっと難しいかなって思いました。だってただでさえ僕は喋ってる、これ今もこれ飲んでる理由はね、声が枯れるのを防ぐためなんですけど、いや本当にあれですよ、僕はもうずっと喋ってたらもう全く声が出なくなっちゃうので、それをね一日中やってるわけじゃないですか。で聞いた話だとあれですよ、耳の遠い方なんかはちょっと大きな声で喋らないと、あ、なんて聞こえないみたいに言う人もいるらしくてですね、そういう人に関してはこう、やったりするらしくて、いやすごいですよね。まあでもなんか思ったんですけど、例えばあとそうそう、ちょっと見たのが、その長距離ドライバーの人たちが今年になってそのルールが変わったって残業ができなくなったみたいでですね、それでいろいろ働き方改革が起きてちょっと今苦労しているって話も聞いたんですけど、まあいろんな職業今出させていただきましたけど、じゃあまあ自分の仕事も含めて、じゃあなんでこれ続けてるのかって、多分他の人から見たら、例えば美容師だったら美容師以外の人から見たら、いやもうとんでもないよって思うし、コールセンターもそうですし、ずっと声出すの無理だよとか、ドライバーさんだったらずっと運転するってちょっと怖いよってあると思うんですけど、まあ私の仕事もそうです。やっぱりそんな中でも得意な分野がその中にある職業だと続けていけたりするのかななんてまあ思いました。僕はやっぱこういう仕事上いろんな曲を聴いて覚えて、なるだけ聞かれたらすぐ答えられるようにするように、まあ勉強はしてるんですけど、これ別に講師の仕事しなかったらそんな勉強しなくていいわけじゃないですか。自分の好きなだけを歌うだけ歌えばいい。でもそれじゃやっぱり生徒さんのためにならない、だからこそやってるんですけど、僕はねなんかその時間があんまり苦ではなかったりするんですね。曲を聴く時間も自分の聴きたい曲を聴くっていうよりは、いついつまでに歌わないといけない歌を聴くとか、誰さんに教えるための歌を聴くとか、そういう時間しかほぼないんです。まあ動画チェックしたりとかもそうなんですけど、僕はね、それが嫌いじゃないんですよ。全然嫌いじゃない。そう、曲を覚えることが嫌いじゃない。だから続けられるのかなって思いました。それに、この仕事っていうのは、時間が不定期なんですね。で不定期なのが嫌っていう人もおるのかもしれないんですけど、僕は当然不定期な分終わりが遅くなったりもします。深夜になったりもするんですけど、でも間が空くんですよ。この間が空くっていうのは僕の中で大きくて、寝れる仮眠が取れるっていうのはでかい、でね、その一回家に帰れたりとか、もう今までの仕事だったらどの仕事だって絶対にありえないことなんですけど、これもすごく大きい。
だからやっぱり僕はこの仕事を、まあ、続けていきたいなってやっぱ思いましたね。で今言った方々っていうのは、まあ皆さんから見たら僕の仕事もすごいと思ってくれてるのかもしれないんですけど、本当それぞれの人たちね、エキスパートたちが頑張って働いてくれてるから、この国っていうのはまあ支え合っていってるのかななんて思うと、いやもうその最初のね、事務の方の話聞いた時はびっくりしましたけど、あでもなんかその言われてました、そうならないように、だから音楽をするために仕事を早く終われるように私頑張ろうと思いましたって言って来てくれたんですよね。だからなんか、まあ、応援したいなと思ったし、本当に僕以外の職業の方々本当にいつもありがとうございます。あとお互い頑張りましょうねっていう、なんだろう、これを見て今日見てくれたいろんな仕事をしている方々に言いたい、いつもありがとうございますっていう、動画でした。いやなんかふとね、なんかこう振り返って思う時ってあるんですけど、まあ今日そう思ってしまったので、ちょっと取り上げさせていただきました。ぜひ皆さんのコメント、なんか思ったことがあれば、書いていただければと思います。ちなみになんかね、自分に合ってない仕事やっててちょっとどうかなって思ってる人は、僕はねもう転職をおすすめしますね。本当に自分に合うまで変えていいんじゃないのかなと思います。別に一個の職場で最後まで行くっていう時代ではもうなくなってますし、うん、それがね、変えた仕事が向いてなかったらまた探せばいいのかなと。もちろん私も昨日誰かに言いましたけど、いつか声が出なくなるかもしれない、ね、そしたらもしかしたら違う仕事してるかもしれないですしね、まあ、それはね頑張りますけど、うん、みたいな、なんかちょっといろいろと思わされる話を言わさせていただきました。そんな感じでね、こんな時間ですけど今から仕事に行ってきます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。